ベージャ公、フランシスコ・デ・ブラガンサは、ポルトガル王国のインファンテ。ポルトガル王ペドロ2世と二人目の王妃、マリー・ゾフィー・ホーン・デ・アップ・ファルツの息子。インファンテ、フランシスコ、ジャンラン・クサク、1729年。フランシスコは1691年5月25日、リズボンで生まれた。彼は、ベージャ公の称号とインファンタード家の領地を与えられた。 王妃マリアアンナの妹マリア・マグダレーナとの結婚の計画もあったが、婚約は成立しなかった。1716年、兄のジョアン五世が、教皇クレメンス11世の呼びかけに応じて、オーストリアとベネツィア共和国のタイオスマン帝国戦争を支援、フランシスコとリオグランデ伯爵ロポフルタードデメンドンサを指揮官とするポルトガル艦隊を派遣した。フランシスコは、 未婚のまま1742年7月21日にオビドスで死去し、リスボンのブラガンサオケレイ病で埋蔵された。フランシスコは生涯結婚しなかったが、修道場マリアナ・シルビーエラとの間で二人の死生児を生んだ。マリアナは1755年のリスボン王自身で死去した。ありがとうございます。